続いての曲はね、墓前という曲でですね、墓の前と書いて墓前、まさに、シャモンならではの、テーマのタイトルだと思いますけども、私のお墓の前で泣かないでくださいという、歌がありました。ということは、あの中ではお墓の前には私はいませんという話なんですが、ですね、仏教的にはそういう意味ではなくて、普段いるわけじゃないけど、そのお前に来たら、その場所に来ると、これは仏教の捉え方なんですね。だから、普段は確かにお墓にずっといるわけじゃないんだけど、お墓前に来た時に、その人はその気持ちを汲んでくるという、ということでですね、墓前という曲を改めて仏教側に立ってですね、作ってみようということで、こういう曲を作りました。墓前、聴いてください。私のことで泣いたって構わない、今ここにいるあなたの姿愛しく見てます。あなたがここに来てくれたこと、その気持ちを感じている。あなたのことはずっと忘れない、今日の日のことも私日の当たる墓前、生前のこと思い出し笑ける、そんな無邪気なあなたの姿愛しく見てます。私をここに感じ合いに来た、その想い嬉しくて涙うれる、心配などしないで大丈夫。